ゼーザリ・リボビチクニコフは、ソ連の技術者、軍人、ソ連邦英雄。最終階級は、海軍少佐。ロストフナドヌにて、ユダヤ人機械技師、レフモイセービチクニコフと元看護師のタチアナ、アブラモーナの子として生まれる。父は、ハリコフ・アレクサンドル・三世名称、実践工科学院出身で、ジーウンス・シュッケルト社のハルキウ支社にて整備士として、働いていたため、 幼少期より各地へ引っ越しを繰り返した。1918年5月、赤軍の退却に伴い、スタブロポリ地方へ戦時に移住、北高ーカサス赤軍司令部の救助を経て、靴職人として働く。翌年ロストフナ、ドヌに戻り、1920年に高ーカサス戦線政治部のスタジオに生徒として入り、宣伝芸術制作を手伝っていたとされる。同年バクルに移住し、 タイプライター修理工として働く傍ら学校に通い、その後勉強に専念。1924年、父に連れられペルシアを経て、マキーフカの製鉄所で、組立工、千番工として働くようになる。1925年春、コムソモールに入団。その年の末には、家族共にモスクワへ渡り、ソユーズ鉛筆工場に就職。最初は製図。 彫刻を経て、生産就任になる。和術に長けていたため、コムソモール細胞の秘書官と生産会議議長に推薦される。しかし、そこで行われる労働者の福利構成や安全性、技術などの話題についていけず、知識不足を痛感する。1928年、レニングラードのフルンゼ名称海軍兵学校に入学するも病気で退学。長期入院を余儀なくされる。 回復後、海軍の予備整備兵となる。1930年末、モスクワに戻りブレーキ工場で勤務。戦番工を経て、工場のコムソモール委員会の秘書官に選出される。翌年秋、バウマン名称モスクワ機械技術学校に入学。このことから半年後にモスクワコムソモールにて、防衛産業部門主任となったため、一旦休学。1935年、 同学校や幹部及び、部府の不明証技術学校を卒業し、技術生産主任技術者及び、機械技師の資格を得る。モスクワの研磨工場に就職し、3年後には、工場の技術主任となった。また、ソ連機械工学人民委員部やソ連重工業、人民委員部の技術部長、機械工学中央監督官などの要職に、登用され、全国し、 技術にも執行編集者として参加した。これらの功績から優秀技師記念賞を授与される。後、1942年に従軍記者からのインタビューでこう答えている。私は短期間の間に様々な専門技術を得てきました。最初は家事見習い芸術家になりたいと思うこともありました。千盤校、管理職、技術者として学校を出た後、 責任ある立場となり、そして新聞。私は自分自身をジャーナリストだと自負しています。故郷ロストフな、ドヌにある共造大祖国戦争が勃発すると、赤軍へ志願。1941年9月、海軍に転属し、第18軍令下の水上障壁部隊分隊長を経て、第14水防アゾフ文献大使機関となり、タガンログ、 マリウポリで戦闘を展開。後海軍機動不評大隊長となりて無力、ケルチ防衛戦に参加し、1942年7月、国会軍集団令下第305、独立大隊長となる。1943年2月3日深夜から4日未明、大カス戦線の一環として、ドイツ軍の英軍集団からのボロシースクを奪還すべく、部下275人と共に、 同校外、ムイス箱見先の、マーラヤゼムヤと呼ばれる地点に上陸。以降、航空部隊による支援を受けつつ、戦闘を展開。2月12日、地雷の爆発に巻き込まれて、瀕死の重傷を負い、2日後に死去。ゲレンジークの共同墓地に埋葬された。4月17日、ソ連邦英雄追造。当時、ブレジネフが、ザカフカス方面の政治指導部次長として、 従軍していたことから、後に、国会のハヤブサ、マーラヤゼムラトークニコフの戦いを描いた軍家が、登場した。妻ナターリア・はシー・リエーブナ・ナクニコアとの間に、一人息子ユーリーがいた。妻はその後のボロシースク海軍基地司令官のゲオルギー・ホロスチャコフと再婚。しかし、1983年、退役軍人を狙った連続強盗殺人の犠牲となる。 ユーリーの娘のターリア・ユーリエブナ・クニコワは日本、ご翻訳家となり、元 KGB 長方院、ミハイル・リビモフの息子で、ジャーナリストのアレクサンドル・リビモフと結婚。1971年9月26日、タマラ・スミルノワによって発見された小惑星は、2 2 8 9ニコフと名付けられた。また、1986年に就航した。 ロプーチャ休養陸艦23番艦は、チェーザリクニコフの名を冠する。ありがとうございます。